静岡ローカルチャンネル、はい、今回はマリンパーク御前崎に行ってきました。マリンパーク御前崎は、東名高速菊川インターチェンジより45分。はい、これじゃね、まあ、御前崎、御前崎に向かってます。相良、まあ、今相良牧之原あたりでもうそろそろね着くはずなんですけども、天気まあそこそこ良くて雲は多いけど、今日はねあのバイクがねなんかねすごいね集まる、バイクいっぱい来るよみたいな話聞いたもんでね、あバイクいっぱいいたら取れたらいいなーなんて思ってね行きます。名倉市場の隣のなんだっけかな、御前崎マリンパーク、なんとか、まあ、灯台があって、なんかそういう突き当たりみたいなのってね、御前崎湖、そこら辺かなーなんて思いますけどもね。はい、楽しみです。お、バイクいる。あー、撮らせてくれるといいな、みんな、もう言わずに。150号を西にひた走る。天気がいいので気持ちいい。入り口には、イベントのね、スタッフの人というかね、イベント主催の方々がね、迎えてくれましたって入ってね。待ち合わせ今回はしてます。あ、いたいた。はい、おはようございます。はい、もうカメラ回します。はい、はい、じゃあ着きましたけどもね。はい、ここは、御前崎マリンパークです。バイクもそこそこいます。はい、今日は橋友さんと一緒に撮ります。このマリンパークはマリンパークで撮りたいんですけどね、今回はイベントがありますのでね。うわ、すごい、車もある。めちゃくちゃいます。え、そうなんですか。橋本さんはドローン撮影のね、打ち合わせというか下見も兼ねての合流だったのでね、今回はなんかあれ、関係ないっちゃ関係ないんですけど。すごい、バイクがたくさん集まってきます。入り口入ってね、気づかなかったんですけど、想像以上のバイクの台数と車もね、旧車集まってます。規模は予想をはるかに超えるものでした。あ、すごい、オール静岡インお前ぞ。なんて言うんですか、この曲。昔の J-POP 流れてます。オール静岡モーターサイクルミーティングは旧車会の、イベントで、例年やってる、まあ、有名なイベントらしいんですけど、まあね、聞いた話で来たもんで、わからないんですけど、まあ、今回はね、初の、公式の開催ということでね、想像してた以上よりはるか何倍もの規模があってね、すごいです。この人の数、これね、10時ぐらいから始まってるんですけど、もうね、まだ誰も来てないかななんて思ったら、もうすごい。これからね、倍、この倍の倍来たわけですから、もうとんでもない、台数でございました。旧車とかがメインの集まりみたいで、なんていうんですか、これ。てなこんでね、まあ、いつもの調子の音楽でね、語らせてもらうと、見てください、増えてく台数、バイクがほんとね、ずーっとね、次々に来て、うん、すごいでしょ。だってこれすごい列になってます。旧車会なんでやっぱりね、爆音というか、もうグワングワン音するんですけどね、なんかお行儀いいんだか悪いんだかみたいなね、そんな絵面になってますけれども、すごいいっぱい、ずーっと列が来てます。すごい
30、40代ぐらい。すごい。一応入場には制限があって、まあ、制限って言っても台数じゃなくて、ドレスコードと言いますでしょうか。まあ、三段シート、直感の禁止だとか、まあ、要はね、反社会的な、行動を目的とした車両ではないよ的なね、感じだと思われます。まあ、旧車愛好会のミーティングという形の、イベントでございますから、日頃カミソリのように生きていらっしゃる皆様も、この入場に至っては、筋を通してちょこんとお行儀よく並ぶのであります。こんなケツまで来てます。バイクのお祭りだね。何を隠そう、私さんちゃんもバイクがとっても大好きで、いろんなバイクに乗りました。バイクはね、怪我には注意だけど、やっぱいいよね。あ、すごい、これ面白い。あ、すごい、このなんか雷のやつすごい。昼前ですけど、まだまだバイクが増えてます。続々とバイクが増えていきます。10時頃から始まったイベントはね、1時間、2時間ぐらいね、お昼の頃にはもうとんでもない人数になってます。うわー、これかっこいい。タンクめっちゃピカピカ。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。わー、ラメラメ、ラメラメです。会場ありますね。なんかブリキ缶みたいな限定製造、面白いですね。オーマイ四つレーサー、ピカピカだったりね。で、あ、すごいピカピカだ。旧車がやっぱりピカピカだとなんかすごいのかな。めちゃくちゃいい。はい、車もね、車も結構あります。これなんてあれすごい。だいたい静岡ナンバーですけど、名古屋ですかね。やっぱ名古屋から来るだけってすごい。
ちゃくちゃかっこいい。なんかケーブル、これがなんかあれなのかな、なんだこれ、まあ、すごい。これなんだ、これすごいな、これえ、これ、これ180、全然、すごいこれ、バイクの方に戻ると、次の目的地へ向かう人たちがちらほら。主催の、方の中締めという形でね、締めです、挨拶です。このとっても素敵なイベントを開くに至ってね、いろんな方の尽力があったっていうのはね、もちろんそうだと思います。温かい目で、ね、周りの人も見て聞いてます。中
後半 DJ さんが仕掛ける80年代のバラードとともに熱い感動のね、それを言葉にしたくてね、なかなか浮かばず、ぶっこみのタク系みたいな。ぶっこみのタクは違うだろ。ここではイベントは、多分午前の9時から、午後の2時まででやってたんですけど、まあ健全よね。まあ、2時でね、お帰りの皆さん、2時で終わってもね、しばらく結構やっぱみんなこう、いる人もいたんですけどね。まあ、締めということでね。最後はこのナイスアングルからのお帰りショット。かっこいいね。駐車を通しての集まりの中で、生まれた場所は違って、同じ世代でもないかもしれない。そういう人たちもいて、だけど、同じ青春時代を過ごした世代の同窓会のようなね、アットホームな雰囲気でした。行ってよかった。静岡ローカルチャンネル、さんちゃんがお送りしました。